えー、盛り上がる試合をしましたね、あの山場もしっかり作って、お互いのいいところ出して、最後に仕留めるっていう、まあ、会場が盛り上がって、いい仕事したかなと思いますめ,めちゃめちゃ悔しいですね、何も思わなかったら、もう俺、最後なのかなとか思ったんですけど、途中、あこれ、勝てるんじゃねって思ってから。 全然そこからダメでしたね、なんかよく書いちゃだめなんだなと思いました、これがやっぱちょっとブランクっていうか、感覚的には鈍りっていうかなのかなと思いましたね、めちゃくちゃ悔しいですね、本当に悔しい、久々に悔しいですね、こんな思いしてるの、なかなかないっす。BJ ンスやっぱまだ全然強いんで、首も強かったし、一発、大きいパンチももらいましたし。 まあその中でまあ最後の最後まで3ラウンド通してまあ僕は最後に倒せればいいなって考えてたんでまあトータルで全部相手の動きをまあもらって攻めも攻めさせて最後にまあ僕の上回ってるっていうことを見せれたかなっていう思います沖縄枠で出てんだろお前っていうのを払拭したかったんです。強いから出ててんんだよってふざけんなって 沖縄なめんなよってっていうところを見せたかったんです途中まで見せれてたと思います、うん、こんな若造に負けねえぞみたいなそう沖縄大会の沖縄枠だから俺出てるんじゃねえんだぞ強えから出てるんだっていうところを見せたかったんですけどねちょっとうまくいかなかったっすねいい仕事っていうのはその辺でもらってあっと思わせてからのみたいなところも含めていい仕事そうですね BJ ファンの人ももわっっっってなってててなな会場お 最後、まあ、逆に僕がしっかり仕留めるっていう気象、まあ、転結があってよかったかなと思って。